うわこれやばこれあれのやつ。気をつけてね。これ何？チーズ。パパチーズ入れて。チーズフォンデュ。パパチーズチョコレートフォンデュ。チーズ。フォンデュ。それではチーズフォンデュ。いただきたいと思います。できました。めっちゃこれうまそうだよ。見てパパ、うわこれやばこれあれのやつ。うわお皿熱いからね。これルームだ。うん、なんでニンニクかな。え、ニンニクしか入れてないよ。見てこれやば、これ絵力から半端ない。ちょっとこっち自分で取りきて、うん、やば、絵力すごいね。いただきます。これ気持ちいい。チーズだったら気持ちいいね。気持ちいそう。うまっ、うん、これはやばいね。この見た感じ。うわっ、よいしょ。たっぷりつけて後でまたやってあげるから。よし、ちょっともう一回撮影しよう。これ
やばいぜこれ。ほら、これお店だよ。いただきます。うまっ。いいお店みたい。ん？いいお店だ。これピザ用チーズで、これ作ってんだから美味しいよね。で白ワイン、最高です。うん。パパどんどん食べて。もう一回パン食べて。好きじゃない？パパもう一回パン取って。うん。パパ。うん。これカリカリのパンの方がいいね。もうちょっと焼いた方がいいかもしれない。ちょっと、カリカリのパン、はい、味噌。みんな取り来て、ちょっと撮影でこっちにあるから。また足んなくなったら今やってあげるから、どんどん食べて。まだパンは、熱いよ、熱いよ。まだパンは、自分でやる？決めたかった。自分でやると面白い。刺してつけ放題。いらっしゃい、いらっしゃい、パン屋さんですよ。自分でグルングルやってもらう。レンは自分で。うん、これ食べたらじゃあ自分でやる。熱いから。熱いから、こういうところにかかったら熱いからね、気をつけんだよ。もう乗っかったらもうとんでもない熱いよ。ここに置きな、いい、切れなくてもいいから。そのあとパッチ。おー、じゃあパパ、ちょっと早めにしないと、ね、焦げちゃったりするから、下が。いただきます。うん、普通はグリエールチーズとかエメンタールとか使うけど、十分ピザ用チーズで。フォンデュ最高じゃん。ねえ食べな、もう熱くないよ。今度はね、だんだんね、冷めてくると固まっちゃうから、すごいわ。超簡単だし。いただきます。パウルも結構タレなくなんないな。パパが食べてるからか。いただきます。美味しい。面白いね。うん、ビュッフェスタイル。うん、ちょっと待って。これ危ないから、チーズがひっついたら危ないから。じゃあちょっとねねやったら、ルイだね。パン持ってているルイの。うん、じゃあルイもパンぐらいだけど。でもだったよ。うん、じゃあここにくるんぐりん、グリングリンやってごらん。見える、まあ、大丈夫。グリングリン気をつけんの、ね、でチーズがこういうとこついちゃうと熱いからね。もっとつけ、グリングリンや。うん、OK。 家でフォンデュなんて、これフォンデュセットとか買うと高いからね。まだ暑いんや、大丈夫？自分でやったら辛くないよ。自分でやると美味しいでしょ。辛くない。欲張ってもういい。え？なんだろう、そんなの。ゆうが落ちた。いやー、酒進むわ。これなんだろう、こういうの。あ、すげえ早いでね。もう並びに来た。今行ったばっか。これ好き？またやろうね。今度ウィンナーとかも絶対美味しいよ。今度チョコレートフォンデュもこれでやる。やった、ね、ふわってするパン。よし、じゃあ最後パパ、もうお腹いっぱいになってきちゃった。結構パン食べる。もうグリングリンしちゃうよ。僕たちはね、あのね、お腹いっぱいになってないんだよ。お店と間違えるぐらいのビジュアルしてるね。 いただきます。うん、うまい。ちょっと塩入れてもいいかもしれないね。うん、このチーズが塩分少ないチーズ。うん。ルイのお金あります。お金ありますか？じゃあ見してください。見して、下に。何それ。あ、ネネが取りきました。気に入った。美味しいねこれね。はい、それでは、もう今日はピザチーズで作るハイジのチーズフォンデュですね。あの、子供も喜んですごい楽しめるので、ぜひちょっとね、これを用意するっていうのがちょっと。でも今は安く売ってるかな、ニトリとかでも売ってると思うんで、ぜひちょっとやってみていただきたいなと思います。参考になった方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録で応援の方よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。お、行ってるね、グリングリン。